確かに社長がアキレス腱ちぎれても走るって言ったけど、うん、アキレス腱ちぎれても走らせますよさすがにねもうここまでやらせてんだから車椅子用意してもう一人でこうもう上半身ムキムキで終わるように、うん、うちのメイン MC の登場です。マイペライもうねもういいってこれもうこの方こそうちのメイン MC なんで、はい、本当にさこれ何が目的なのマジでこれはあの社長が節目として100キロ走るそう無理だって無理とか言うなよ頑張ろうとしてんだぞ。いや頑張れとは思うけど、うん、多分俺の予想を言うよ、うん、絶対2日ちゃん走りきれなくていや途中で切るのは絶対もったいないから、うん、もう走り切るまで配信ずっとやろうみたいになるよ絶対いいえさっきちょうど話をったの走り切ることが大事です あるだろうなっていうあるあるこれから起こりそうなね、うん、そうちなみに釧路豪雨だそうですマジえ豪雨なんすか雨らしいよ、まあ、雨って言ったけど雨はめっちゃ雨って言ったけどガチで銀太は要は巻き込まれてるだけなんでしょ多分いやでもなんか銀太は、うんうん、それこそそうなんですよね俺も走ろっかな、まあ、そうなんですよ。銀太は割と自分から上司なんだ。そうそうそう。銀太は俺も走ろうかなマインド、うん、素晴らしいそうそうあそうなんだ、うん、2日前銀太っていつもさラップとか格闘技とかも、うん、マインドが入る、うんうん、入るね、うん、ちょっとやっぱ盛り上げたいというエンターテインメントシーンが、ね、エンターテインメントの化身なんで彼は、うんうん、やけ出ようかなっていうやん、ね、で2日前ぐらいになって、うん緊張した俺走れるかなわ本当出るじゃん取り返しをつかない、うん、2日前ぐらいに取り返しをつかない決断をしてしまったっていうギンタさんですからね、はい、千葉さんはどう思いますか今回のいやどう思いますだからもう社長が満足していただければそれで、はい、もう僕らもだって千葉には北海道まあそうだねでも釧路は行ったことないよ俺あそうなんやないでもめちゃくちゃ寒いから多分、はい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 、もうこの時期9月入るでしょだからもう、うんうん、多分夜はもう10度台になるぞ多分あそうなのなる18、9度ぐらいになると思うよへえ、まあ、それはまあ走る人にからするとまあ走りやすいかもね気温としてはでもちょこれに関しては、うん、まず第一にあれやんヤマト君とかが来てくれようやけんスタートは、うんうん、分かるね最終目的みんな忘れてない、うん忘れてたそこよみんな言いようもんだってほら山本くんのか来なかったのかってそっかだけ途中でも途中からでも参加してくれれば、うんうん、もうすごい神回よもう俺らでこれ中継つなげなら会いに行くこっち側で、まあまあ、ちょっとマジ頼むけん会いに行ってくれこの配信で1回くらいはなんか感動して泣きたいよね確かに確かに確かにせっかく見るならうんうんちょっとなんか涙のシーンも欲しいわなんかないのふみやくん涙のシーンの準備ないのシーンは予定は、うんまあ、社長のゴールやっぱクライマックスヤマト君がゴールで待ってるパターンもおもろいけどなんでなんで走るわおもろすぎや笑顔だよなんでめっちゃおもろすぎ走ってはくれんのよ